お世話になります。ひとりでございます。鎧のことで初登場したアイテム、鎧鉱石。このアイテムは特にガチ勢の方にとっては、喉から手だけでなく、足や十二指腸が出るくらい欲しいアイテムだと思います。で、このアイテムの入手方法は、ハピナスのレイド報酬が今でも最も効率いいと言われていますが、ハピナスを見つけるまでの時間や、一人でスイッチを2台操作することによるロスタイムなどの不確定要素が多く、入手にどれぐらい時間かかるか分かりにくいですよね。特に999個集めるには、実際どれぐらい時間かかるのか気になりますよね。私は気になって眠れなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、そんな方のために今回は鎧鉱石999個は最も効率のいい入手方法だと何時間で集められるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあこのロムでやっていきますので、はい、プレイ時間今748時間18分の状況でございます。これでね、プレイ時間がどれだけいくか、プレイ時間でどれだけ時間かかったか計算していきたいと思います。はい、じゃあまずは別ロムでハピナスを探していきます。ポケモン徹底攻略さんの情報によると、場所はどこの巣でも大丈夫で、ハニカーム島では最高で 2% 出現率が高いらしいですが、行く手間とかを考えたらどの巣でも大して差はないんじゃないかなと思います。なので適当にね、その辺にあるとこでも行きたいなと思います。ここでいいかな、ここで行きましょうか。とりあえず枯らして、はい、そしたらまずはここでレポート書いていきましょう。なぜならばハピナスは、紫の柱でしか出ないので、紫の柱をまず出していきます。レポートを記録しますかで、はいを押して、もう一回本ボタンをここで、連続で押して中身を見て、赤色だったら、リセットするって感じですかね。これで紫の柱出していきましょう。まずはい、これで紫色の柱出てきましたね、ようやく。オッケー、これで中身を確認しまして、こいつはノーですので、ノーって言いたいですね。で、ここからワットバグでみんなで挑戦やって、それで本ボタン戻って、設定から1日進めるやつですね。それをやりまして、ハピナスを出していきます。この際、ハピナスを出すときに、星の数で5つだと最初からバリアを張ってくるらしいので、4つ星の方が何度も周回する上では簡単とのことなんで、ハピナスの4つ星のやつがね、出るまでひたすらこれをね、やっていきたいと思います。やべえ、出てきましたね。ただこれもったいねえ、5つ星ですね。5つ星はやはりターン数かかっちゃうんで、4つ星出るまでやりたいと思います。さすがに999個を集めるんで、ここで5つ星ですぐやっちゃうより4つ星出しちゃった方が、さすがにこれだけの数だと早くなるんじゃないかなと思うので、出るまでやりましょう。よし、ようやく4つ星ハピナス来ましたね。よかったよかった。そしたら1回戻りまして、必ずここでレポート書いておきましょう。これで何回もリセットして周回するってことですね。で、バトルで使う個体なんですけど、私はまずレベル100の石エンジンを使いますと。持ち物はこだわり鉢巻きでございまして、でそれで泥口の振り方については防御と素早さをマックス極振りするっていう感じですかね。で、性格については防御が上がって特攻が下がるっていう感じですかね。それが一番ベータなんじゃないかなと思います。私はミントで補正しております。特性はこいつは1つしかないですね、確か。なんで特に関係ないですかね。で、技はボディプレスだけ覚えさせておけば別に問題ありません。ですので防御力上げとくってことですね。はい、でもう一つのロムの方ではネギがないと100レベルを使うって感じですね。持ち物は先ほどと同じこだわり鉢巻きでございますと。で、特性は不屈の心、これは多分何でも大丈夫だと思います。で、泥口はエースの曲振りに、で攻撃が上がって特攻が下がるね、性格にしましょう。私はミントで補正しておりますと。で、技についてはスターサルトだけあれば大丈夫っていう感じですかね。これで準備が完了でございます。はい、じゃああとはいつも通りですね、ここでレイドをねやっていきましょう。じゃあこれでやっていきましょう。はい、こんにちはっていう感じでちゃんと出てきたら挨拶しましょうね。はい、で技はどうするかと言いますと、こっちのネギがナイトについてはスターアサルトを普通にやるだけですね。でもう一個の石エンジンについても同様で、先ほど言ったボディプレス普通にやればいいだけですね。はい、そうするとボディプレス最初にやるんですね。こっちの方が素早さ早いんでやってくれて、それではい、ここではいバリア張ってくれると、そんな感じでございます。それでスターアサルトをぶっ放して、はい、それで一発キル、ワントゥーンキャーができるわけでございますと。これは捕まえなくてもね、別に問題はないと思いますけど、一応リピートボールかな。でもこの段階あたりでもう別にもう一個のソフトの方は閉じちゃってリセットしちゃって大丈夫でございます。こんな感じでね、これが多分最速の方法だと思いますので、逃がしちゃいましたけど、やっていきましょう。やっぱアイテムもいいですね。経験飴それぞれ各種5個かな、XL2 個、手に入りまして、ダイマックス飴鎧鉱石も4個手に入るっていう感じで、かなりねいいアイテム勢ぞろいしておりますので、さすがに抜け人レイドよりは遅いですけど、経験飴もねそれなりにたくさん集められるんじゃないかなと思います。同じやり方でね、これをね繰り返してひたすら鎧鉱石ゲットしていきたいと思います。よっしゃ、これでラスト戦です。いよいよです。はい、ボディープレスやっていく。はい、スターサルトでぶっ放す。ゲイ、何の目倒したことか。かわいそうだね、あんたは。うわ、最後の最後ミスったよ。はい、じゃあこれで OK ですね。はい、じゃあようやく終わりましたね。こんな感じでハピナスね、捕まえられなかったことも結構あったんですけど、それでもね、こんだけ集まりましたね。気持ち悪いこの光景見てると。まあいいですよ、とりあえずこんな感じです。はい、で鎧鉱石この通り999個集まりました。まあ、KK 飴 XL とかはね、そんな数もらえなかったんで、確か1個だったかな、ですので、まあ、これしか溜まってないですけど、L とか途中でねポケモンに使ってたりしたんで若干減ってますけど、まあこれもね結構溜まるっていう感じですかね。あと不思議な飴とかも593個ということで、で肝心の時間ですが、ちょっと見ていきましょう。レポート見ていきますよ。はい、758時間5分でございます。で始めたの748時間18分ですので、計算すると9時間47分でございます。なんとか10時間以内に収めることができましたね。まあ別にそれ目指してたわけじゃないんですけど、だいたいストーリー1回クリア分ぐらいですかね。それででも意外と鎧鉱石ちゃんと集まるんだなっていう感じではありますけどね。ということで検証結果、鎧鉱石999個は最も効率のいい入手方法だと9時間47分で集められるでした。ハピナスが出るまでの時間も場合によっては結構かかりますし、結構長い時間の作業で常に最速の行動ができたとは言えないので、あくまでも参考程度にしかなりませんが、時間はあまりかかった感じはしませんでしたね。窓まぎ見てたらあっという間でした。で一度999個貯めればワットとかがすでにある方なら、よほど荒っぽい使い方をしない限りはしばらくはもう作業はせず安泰したポケモンライフをエンジョイできそうですね。つまり鎧鉱石を集めれば鎧のように頑丈で安泰で立派な功績を得られるってことですね。